ヤガチャガチャンネル。ここからのハプニングマスは全員が同じマスに集まりがちになるから。ああ、そういうこと。そうだから決闘が発生しやすくなっちゃう。なるほど。で頼まん、ま、何マス？あと、ああ残念。さあ、やだなー。7抜けた。で、俺も抜けてーなー。おー抜けた。お抜けた、よし。で、右側から行くんだよね、多分。右下のところだから赤ずきがなかったらもう普通に右上から。オッケー。さあ、4、3、2、1、0。待てよ。あ、そうだね。そうだよな。さすがにそれでスター出たらもうクソゲーだもんな。そうだよな。いいな。ドン6。ハプニングマスじゃないでしょ。じゃないよね。あ、よかった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 。バトルバトル。さあ、蜂のスブン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 です。ブン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 。はい、というわけでございまして、トラタブロックの数字だけ数列を取っていくというジャンプするだけのゲームでございます。まあ、全然ダメじゃんね。これね、ダメだよ。なんだかよくわかんないもんな。後ろやと11。早くして3秒で。わかんない、どうしよう、助けて。頑張って。むずいな。え、これどうしたらいいんだ。とりあえず2やっとくか。あ、今1にしたら俺殺せたのに、タロちゃんが格殺になった。 あ、そうなの。ごめん、ごめん、ミタタロさんのこと好きなんだけど。ごめん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 、そっか。まあ、ごめん。ドンキーが何しでかすかっていうのがポイントなんだけどね。なるほどね。え、わかんない、マジでわかんないんだけど。え、今私を生かす選択をしたな。だが、今のはね、まあ1の方がドンキーにかけるなら1なんだけど、うん、多分 CPU の不追ってすぐ連打すんだよ、ほら。うんうんうん、あ、でも2残ったな。1、いやー、蜂の巣ブンブンはな、正直順番ゲーだからな。よかった。ごめん、私全然わかんないままやってる。すごいね、全然わからないまま、なんだろう、無作為にタロちゃんを殺した後にしっかりと優勝をもぎ取るっていう、じゃあ流れになってるけど。どうしたらいいんだろう、なんか、ごめん、謝ろっか。いい、謝ろうね。大丈夫タロちゃん、今回トモさんすごいあれだから、軽い感じで人のこと傷つけながら進行する感じの動画の流れになってるから、非常に。だからなんかもう、これ、やめてもらって投稿をね、しまい込んでもらって。そうね、心の奥底に。いいよいいよ。お前何やる？テレス。あ、何？テレサ。何するんだっけこれ？エーレンだ。エーレンだか。いきまーす。今テレサが何してる？テレサにコインを奪ってもらう。あー。で多分1位だと20万ぐらい持ってかれるんじゃね？ほら。23コインしか。何言ってんだ？コインいっぱい持ってる人から取ればいいじゃん。だってこうだってコイン俺から取ったところで順位が変わらないじゃない。あの女から取ればいいじゃん。基本的には順位付けだから、CPU の基準は。なるほどね。そう、スター持ってるやつが狙われる。さて、何取る？いいの取って。あの手袋みたいな、何あれ、なんだっけあれ、あれコイン取るやつ。あ、すごい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 。なんだあれ、魔法のランプ。ランプって何を召喚するんだ。なんか読むんだろうな。テレサかな。テレサはね、ベルなんだよ。あれ、じゃあ取るか。俺これ以上嫌われるのどう思う？どう思う？どう思う？まあ取るんですけどね。でも今取る。あ、待ってくれ。私はね、ドンキーから取るわ。
返してもらえな、もらわれた分を、あの今のによって発生するのがあの何枚取られるかによるけど、何枚だ、やったー、3枚返ってきたじゃん。うん、ってことはあれだよ、あのドンキーとルイージが支払った5枚ずつの手数料が儲かってるから、あの実は2人でやり合ってるように見えてライアーゲーム事務局が一番盛り上がってるパターンですね、これ。ライアーゲーム事務局だってどういうことつまりどういうことなの。ああ、あお前さちょっと待ってくれ、あーつまんねーあーつまんねーつまんねこれ私のせいじゃないじゃん。いやいやいや、あーあー夢も希望もねえな。えこれ最後、あとまだちょっとだけある、まだある。ヒュードル式だったっけ、ヒュードル式なんか逃げるやつ、逃げるやつだったと思う。あったあった、あのね、違う、B を連打してスケボーを走らせて、途中に障害物があったら A でジャンプする。はい、だからとにかくここで B ガーって押して、たまにジャーンってやる感じ、ジャーンいきましょう。え、何をジャンプするって、B 連打して前に進んでジャンプ、障害物があったら A でジャンプ。結構早めにジャンプしなきゃいけないやつ、段差、あのちょっと見たらわかるけど、右上の風船のやつよく見たらさ、手前のところ段差になってるのわかる。うん、だからあんな感じで急に床が競り上がってくるから、うん、そしたら A でジャンプして乗り越える感じ。あ、急に、あの基本的にはなんだ、そんな難しくはないから大丈夫。ほんと、うん、言ってる、ほんと言ってる。だ基本的にはもう、イタトロさんもつまんなくなってきてない大丈夫何もかも疑心暗鬼なんだもん。あ、ちょっと待って、ビー連打、ビー連打、あ、死んでるけど嘘でしょ。そう、ビー連打して段差を A で、金に目がくらんだら死ぬんだよ。目くらんだんだ、俺はくらんだ。待って、ドンキ上手じゃない。あいつ普通なのにな。そんな。そんなの途中で死ねえよな。俺たち普通じゃねえんだ。俺たちは普通じゃねえ。やべえ、普通より弱え。さあ、かけるの表示消えるとこまで来たのにな。ほんとだ。あ、どっこい。あ、5枚払ったらポイント奪える。うん、ちなみにだけど、状況的にはマジでフラットなこと言うけど、うん、俺から奪うと多分だけど奪いやすい、うん、あの分母のパーセントが大きいから。確かに。で、トモさんのコインを奪うのが、奪って何枚、多分30枚ぐらいだと思うけど、なんとかしてトモさんのコイン20枚以内にしないと、またそれでスターがあったらもう本当に勝ち確になっちゃうから、スターのこと考えたらトモさんだし、コインが欲しいだけだったら俺。ヒゲに来るか。あと何回スター取れる？あと3ターンだから。あ、もう取れないじゃん、終わりじゃん。いや、わかんない。この後トモさんがスター、多分35、45枚以上奪えないから、トモさんが取るのは確定なんで、このままでいくと。あ、じゃあトモさん。でもあれだよ、今ミタタロさん行ったら次決闘マスに、決闘じゃねえか、ミニゲームマスになるから。あー、確かにそれは追加で来るかも、ね、行きます。行き、ガチャガチャ音すごい。ダメだー、やったー、ガチャガチャした甲斐あったわ、ごめんねプロコン。で、この後の決闘マスが20枚レートになると10枚レートですね。なので、まあ、トモさんがそのままっていうのは変わらないけど、まあ、ここはね、取りたいね。バロー。さあ、みんな引っ張る。なんだっけ、これ。何これ。綱引き？あー！顔をあちこち引っ張って、お手本と同じにするのだ。最もお手本に近い人が1位になるぞっていうので、相手の顔を掴んで、要は、耳とか鼻とかヒゲとかタロちゃん掴めるから、口とか顎とか。あー、顔を変えるやつ。で、このゲーム、一番最初は、注目してほしいのが、一番最初に原型の顔がウィーンって曲がっていくから、うん、それ見てると、どこが曲がったのかっていうのが見やすい。なるほどね。いきますよ。はい。真ん中が？真ん中が見本。これ。ルイージじゃねえかよ。はいはい。え、わしどこだ？右上じゃないかな。すごい伸びるんだけど、そんなことある。さて、
難しくねこれ。パパこれした。あーちょっと待って、あそこ耳ちぎ耳ちぎ耳ちぎ、おい、まさかのタロちゃんだよね。上手じゃん。いただき。タロちゃんが急にコイン今70枚ぐらい持ってるじゃねえの。これ全部スタート変えたい。そうだよね、63枚か。あーで、そこで6枚。で、トモさんがまあ、確約でスターでしょ。えっ、およし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 、青だ。で50、49。太郎も道端でスターもらいたい。おーおー、あの、これ喋る気力もねえよ。マジで言ってんの？これって全てのマスで可能性があんの？それともなりやすいマスとかあんのかな？なんか場所ある程度決まってた気がする。あー、はーい。で、まあとりあえず俺はもう一択で、うんうんうん、スター奪うしかない。うん、今買ったのに。だからあれ、ウーバーイーツだよね。え、20枚で買ってもらって、あっ、でも全員可能性あるもんな。ヨガミさん、なんかパパ顔余った。みんなでコイン渡し、出す。何それ何それ何それ、知らない。さあ、ビックリマスのイベントができるという本当にラッキーなマスだ。ビックリマスって何？何？ああ、待って、よし、かわいい。ちょっと待ってくれ、ドンキだ。ナイス、ごめんな、ドンキ。いいよいいよ、ごめんな、ドンキ。いいよいいよ、40枚。ドンキだ。まあ、恋もなかったしな。確かに。で、お、タロちゃんとペアだ。イエー、キノピオ音楽隊、あの、小切りギコギコ。タロちゃん頑張ろう。どうするこれ、何？ノコギリを使って丸太を切りましょう。二人とも同じ方向に動くと切ることができません。だから、タロちゃんがまず例えばじゃあ A をして引いて、次はこうこうこう、そう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 、そういうこと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 、え、これ大丈夫かな。そういうこと、そういうこと、 OK？ できてないけど。タロちゃん、そのリズム、そのリズム、1、2、1、2、1、はい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 、タロちゃん、タロちゃん、勝ちたいね、ここ勝ちたいね、タロちゃん、タロちゃん、あいつ CPU だから、あいつ俺らがちゃんとやったら勝てんだよ、タロちゃん。1、2、1、2、1、2、1、2、1、2、ね、俺らは声かけ合えるから、あいつは AI とやってるから声かけ合えないけど、うんうんうん、ね、言い方、ね、いくよ、タロちゃん、いくぞ。じゃあ皆さんスタートしますよ。はい、じゃあ右、最初はタロちゃん引くところ、A から、あ、じゃあ BB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 、 はいはい、1、2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 、
日でも勝つわさぞかし楽しいことでしょうね。なんかニョノってきたこんなことがしたくてやってるわけじゃないどうだろう今一回 Z した方がいいかも。ここはどスターの位置で行ったら左行って上行って、うん、上だな。うかただ待った待ったあーごめん、あと2ターンしかないから事実上不可能だよね。はあ。でも今下行ってたらハプニングマスだったね。はわわ。だからハプニングマスの方が良かったまでワンチャンある。なんで？あれじゃん、変にみんなのこと偏らせて書き乱しはできるじゃん。あーなるほどね。要は今これ以上勝ってる人を勝たせないのが結構重要だからここまで来ると。なるほど。ちなみにワンチャンあるところで言ったらバンクマス止まった人コインスターはあるんじゃねとは思ってるけど。でもこれヤガミス、三田太郎さんがバンクマス止まればワンチャンス。太郎ちゃん取れ高作っていい？なんで？決闘しようぜ。やだーやだ。これ以上太郎ちゃんが嫌な気持ちになるのも嫌なんだよね。争い合うのはもうゴリゴリだじゃあハプニングマス止まるわあ、ここは影響ないんだ。あらららら、あらら、あらららら、あ、なるほど。
でもそっちまで行っちゃうのか。ああそっか、あお前11枚しか持ってないんじゃないか、つまんねえな。決闘だ。あでもさ、いやここの曲いいな。マリオパーティー2の決闘マスってなんかさ、クソゲーだったんじゃなかったっけ。なんか銃でビャンって、あ待って、次元爆弾での決闘です。グリボーが教える時間を目指して A ボタンを押してください。時間は表示されないで感覚的なタイプです。時間通りに押せなかったあの爆弾が爆発します。なるほど、ね、あじゃあ静かにしてます。次元爆弾スイッチを2秒後に止める。2秒、タイミングよくスイッチを押したら次元爆弾止まるからな。2秒だぞ。それじゃあスタート。あいつバカなんか。よしよしよし、そんなギリギリなんだ。でもオッケー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 、すごい悔しがってる。いやなんかこの上ない感情を見せつけてきた。さて最後、あもう一回ある。スロットルレーシング、これねタロちゃんに説明がすごい難しい。スティックを倒せば倒すほど速く走る。あなんかこれなかった。新しいのにも。だから倒せば倒すほどスピードアップ、戻せば戻すほどスピードダウンで4周した人が勝ちです。直線では思いっきり倒してスピード全開で走った方がいいですよっていうコース、はい、OK、はい、全員頑張ります。これスティックぐるぐるするとね一番ね怖い微振動になる。頑張りました。生首乗ってる。確かに、あちょっとテクニカルだね。どっちに倒してもいいってこと。どこでも大丈夫。顔でかっ。バカ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 、なんか止めたらすぐ止まるんだね。止めゆっくりにしたらすごい止まるね。あーすぐ止まる。あもうクソ雑魚なんだが。バカ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 。そうだよ、はい。ギャンギャン言わしよってお前。車バリ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 。どうした。ギャンギャンバリバリ言うてもさ。せんべいでも食ってんのか。バリバリバリ。さあラスト1、2、ハプニングマス。んここで。おお、タロちゃんいろんなメキャある、チャンスタイムへようこそ。このラッキーなイベントで大逆転目指し頑張ってくださいね。はい。でブロックを叩くこといろんなことが起きるので、でこれ叩く順番が重要。定められる。あの星あるから、星を一番タロちゃんが勝ち目があるのは星の両移動交換庫ってのがある。星の交換、なるほど。いつ星の交換、あのね星の交換が来るのは30が終わった後のこの20、30の後の星、星の後に来る。今って言っていいんだったらあれだけど、でもそれはさすがにちょっと技術介入が入ってる。おーおー当たった。緑のヒゲが来るとヨッシーと、無理でしょこれ。よかったー。今この動画最大の見せ場でしたよ。よいしょっと。どうもね。二人ともなんなんなんて顔してた。匂いのした。下を。今のはもう今回の動画最大の見せ場でしたね。いやードキドキしたー。だって今ワンチャン優勝あったからね。ドンキーとのユニフォーム交換。待って。それどころじゃねえ。どうした？俺死ぬかもしれない。ドボジで。ちょっと待てよ。ナイス。今トモさんが多分ミスってくれたんだよね。なんで？多分だけど。そこって当たる？さっき6だったでしょ？うん。あどこで、あ分岐で6か。1,2,3,4,5,6。で右行ってたら。右行ってたら赤だったのか。車線上で当たってたから。いやそうそうっていうのがトモさんが7とか出てたら、うんうん、通って上行ってたら俺のコインが0だったの。うん、あーいや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 、もう そんなことまで考えないですよ。 3! え？もうよっしゃ20コイン。もう俺はコイン強になる。何これ。いただきのこ、あれだよね、クレーンキャッチャーになってるやつだね。はい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 。A でこのグイーンってやっていっぱいキノコ取った人の勝ち。A だけ。であれだよ、キノコってかあれだよね、なんか紫の、うんうんうん、紫はマイナスで金色が3ポイント。
はい、わかりましただけです。はい、思ったより入んね。全然入んね。なんかこれ、あ、なんでいやえ、1個も入んねえな。あ、今のそれはスピ…間違えた。トモさんが1位だどうもね。1個も入んなかった。ねえねえ、1個も入んなかった。まあまあ ね, ね, え ね, えねえ、どうしてもほら俺らはさ。ねえねえ、あ、1枚おめぐみ、あ、飛んできたあの、これ、これ多分やんない方が良かったんじゃないか。辛くなってきたもん。辛いなぁ。さて、でもこんな思いをするためにやってるんじゃないよ。さあ、青空プレートレースは1回やったやつですね。右上にスティック入れながら A で飛んでくってやつです。あの、落下したやつだ。まるでジャンプ。うん、 A ね。 A、あれ、あの、ソニー信者が襲ってくるぞ。怖い怖い。さっきと位置違うからいけるかも。あ、おっそ、あ音もなく死んだ。あって言っちゃったよドンキが勝ったじゃないか。残留しねみたいな。え、ドンキ勝ったん？ドンキが勝ちました。あいつ普通じゃねえの。あいつ終わり。はい、あ、何や、あの綺麗な目。はい、1142です。というわけで、はい、まずコインの数はこんな感じです。はい、じゃあまずはボーナススターの発表です。ミニゲームで一番コイン稼いだのは私です。はい、はい、どうぞ。こうやってボーナススター3枚って。コインスターはゲームを一番集めた人です。私です。どうぞ。これで並んだんだよね、ハプニングスター。でもハプニングって結構よいしょ。よかった、嬉しくねえけど。すごい。はい、というわけでね、とっても楽しかったマリオパーティーも縁も竹縄ということで。待ってパーティーゲームってこんな雰囲気だったクッパ帝国が侵略してきちゃった。逃げろ逃げろ、やばい、逃げろ、わー、助けて助けて、わー、のこ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 、近い近い、いた、いてあららららら、ら、いて、あ、かわいい、そう、かわいい、見逃してください、かわいい。あ、あれじゃないですか、荒稼ぎしたヒーローが現れるんじゃないですか。言い方言い方、あら、荒稼ぎしたヒーローさん、言い方、いや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 、おー、かっこいいじゃん。バイバーン。あー、しかしバリアがあるからいけない。おー、どうしたどうした。柵がある。はい、バリア向こう。さあ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 、動いて。無駄だ無駄だ、後ろには回り込めないぞ。早い早い、クッパも同じスピード。早い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 、目を回せ。あー、いいぞ。あらららら、ら、目が回っちゃった。今だ、覚えてろよ。こうしてルイージは宇宙を守ったのでし た, でした。ありがとうございました。宇宙の部屋を守られました。スーパースターです。ありがとうございました。似てる。はい、というわけで皆さん See you next time ステージ。そう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 、最後までイエーイあ、踊り出しちゃったいや、You are the superstar。はい、さあ、というわけでございましてね、最後ハプニングスターがね、運命を、分けた結果になりましたが、まずハプニングスター、俺も追い上げたのかなと思ってたんですけど、4回でした。なので俺があと1回取ってたら同着っていう結構奇跡的なことが。そうだね、そうだね、起きたんですけど、残念ながらちょっと止まれなかったかなというところですね。で、ゲーム、なんだスターはそうで、で、ミニゲームで一番稼いだのこれ101枚か、うんうん、で、一番多く持ってたのがタロちゃん69枚まで。ミニゲームで17枚しか稼いでないはずなのに69枚コインを多く持っていたっていうよくわからないですね。で、クッパマス止まったのが俺が1回で、決闘バトルマスが止まったのが、ドンキが1番という感じでごぜえやした。はい、おっす。
ね、そう、なんだあのキノコ。あれなのよ、あのマリオパーティーって2までは、うん、今までのやった履歴でこうやってどん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 最後貯金されてって、うん、これが全部スターが100個集まるとか全部やると、あ違うわ、うん、スターが100個集めるのは1だ。コイン集めることでいろいろとできるようになるのがマリオパーティー2なの。いやあ、かわいいね。イエーイ。そうで、これ真ん中にまだ出てないのがあるんだよね。ああ、なるほどね。で、なんだっけ、どこだっけ、全部やると出るやつ。そう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 、全部だったかね、条件満たしたかだったか忘れたけど。なるほどね。そうそう、ミニゲームランドで木の顔でかで、そう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 、これここでミニゲームを買わなきゃいけなくて。ミニゲームを買う。そう、今そんなミニゲーム持ってなかったってこと。あ、だから1個もミニゲーム持ってないのよ。あ、今のマリオパーティーってそんなミニゲームが遊べるようになるじゃん、うん、だけどこっちは1回遊んだゲームを買って買ってやんなきゃいけなくて、で、全部購入すると、うん、なんだっけ、ね、ミニゲ、なんかそのミニゲームのなんかもっとなんかやべえところみたいなのが出てきて、なんかあのストーリーモードみたいなのが出てきて、決められた所定の順番でミニゲームクリアしていくっていうやつとかが出てくると。だからこれだから今あれなんだよね、ちょっと最後にミニゲームみんなで遊んで締めようよができない。ミニゲーム1個もないから。で、スロットルレーシング。だから本当はね、あのね、ぜ、なんだっけ、ゼンマイレースやりたかったんだけど、ゼンマイレースもうないから。あ、そっか、当たってねえからだ。そう、なんもできないっていう。キー！いやー、まあ、あれですね。なんか、もう、最後勝敗を分けたから許すんですけど、うん、1位にスターが出てくるとこんなにも一瞬空気って落ち着くんだなっていうのをなんかね、あ、ダメだって思いましたねあ、これは良くないと思いました。あれは良くないよね。かわいい、何そのキノピオ。ゲームデータを見せてくれます。え、あのキノピオ、こっちゃかわいい。あ、キャラごとに出るんだ。あ、なるほどねゴミ箱マシーンだって。わー、今までのセーブ…消すことセーブデータを消すのですか。なんでもないです。やべ、やべえこと聞いてくんなあいつ。いやいや、でもあれだよね、なんかこうやってマリオパーティー2普通に何 ?64 でみんなで遠隔で遊べるようになったのは普通にいいよね。すごいね。楽しいよね。うん、しかもね、スプラのオンラインやりたいがために払ってるやつの中に包括されてるって考えたらただみたいなもんじゃん。なるほどな。ね、発想の転換だけどな。あー、ということでステイチューン、ね、なんだっけ、そうそうそう、今締めようとしたじゃん。ということでステイチューンで、あの待って待って、ステイチューンだけで終わらせないでください、ね、何を。というわけでね、はい、また終わったらドラクエに戻りますけども、金曜夜9時のですね、イキリメガネ枠、何卒よろしくお願いします。というわけでお願いします、ね、優勝おめでとうございました。おめでとうございます。じゃお前じゃねえおめでとうって言ったんだよ。あ、おめでとう、あれ、おめでとうって言ったんだよ。あ、そっかそっか、ありがとうございました。タロちゃんはすぐになんか人のやつスーッと思っちゃった、ごめんなんだはい、ということでね、はい、というわけで皆さんお疲れ様でした。バイ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 。